風呂になります。順に順にやっていきたいなと思います、はい、これです。タッカーちゃんです。この時はさ、なんて言ったらいいな、ここなん、この空間がね、本当にね、冷えるのかっていうね、冷えるのか、はい、温まるのか。はい、ということで、ただいま8時8分です。おはようございます。おはようございます。今ですね、はい、私たちハウスガレージを建設中でして、はい、ハイエース、プロボックス、あとうちにネジ作キャンピングカーがありまして、そちらの3台と一緒に住めるハウスガレージを建設中です。はい、立ち始めがね、1月ぐらいだったけど、うん、もうね、季節変わりまして、だいぶね、本当だね、春だよね。桜もさっきから咲いてて、さっきから咲いてんの、さっきからね、咲いてるわけよ、桜が。今、リアルタイム咲いてるんですね。うちのね、ハウスガレージはハーフビルドということで、はい、やれるところは私たち DIY でやろうということで、床張りが最初か、床張りしたね、床張りして、しで外壁張りして、うん、今日はね、日曜日で大工さんいないので私たちだけで進めようと思います。はい、今日新しい作業です。うん、はい、でね、今、うん、あのハイエース乗って向かってるんですけど、はい、前回の動画でシートカバー変わりまして、うん、あ、そうだね、はい、こんな感じでね、今ちょっと真っ赤っかです。赤いです、はい、やっぱね、車内全然変わるね。うん、ということで向かおうと思います。はい、着きました。8時24分です。中に入れちゃう、中に入れちゃおっか、うん、うん、はい、今ね、8時41分です。はい、はい、これね、ハウスガレージ内来ました。はい、ガレージ到着です。で、今日もね、あの大工さん いないんで、前にね、ハイエース止めました。はい、これからちょっと作業したいんですけれども、今日の作業って話したっけ。まだ話してないか。今こんな感じで、はい、こんな感じです。はい、はい、こんな感じですよ。今こんな感じです、はい、あの一番変わったところで、うん、ユニットバスついたので、それだけ最初に。あ、そうだね、ちょっとずつね、ちょっとずつ変わってるんで。今ここ水回りがある廊下に来ました。トイレがね、今あって、ここが洗面所です。入ります。こっちがお風呂になります。で、ね、お風呂着きましたよ。着きました。ちょっとだけチラ見せする。うん、こんな感じです。もうね、なんでここはもう終わって、まあ、いわゆるユニットバスなんですけど、うん、でかい窓つけますって言ったんですけど、うん、こんな感じですね。ちなみにこの辺黒にしたのはジラのこだわりです。あ、そこね、こことか下そうそう、ちょっとね、黒基調にしてみました。あと今廊下に戻ってきたんですけど、廊下天井貼られました。貼られましたっていうか、大工さんが毎日一生懸命やって貼ってくれました。廊下天井、はい、これ多分杉ですね。あ、だからゆっくんが2人と頭って感じ。はい、そんな感じでね、うん、軽く今進捗をご紹介したんですけど、はい、今日何をやるかと言いますと、断熱材をね、入れていきたいと思います。そうなんです、はい、で、やっぱね、このガレージすごいこう高さもあるんで、はい、今見ていただいて、そう、めちゃくちゃ高さあるんで、うん、あのだいぶ暑かったり寒かったりするんじゃないかなっていう、ちょっと心配ですよね、うん、もうそこはとりあえず後で考えようって言ってお願いしたものなので、そうなんです、はい、なんで、今ね、このスケルトンの状態で、いかに断熱をしっかりやるかによって、うん、今後のね、あの生活環境が だいぶ変わってくると思うんで、はい、はい、なんで今日はがっつりやっていきましょうか。そうですね、はい、はい、今ね、9時2分です。はい、はい、ということで断熱していきたいと思います。断熱しますよ。ちょっと前の動画でガレージのね、荒床張りっていう、この床の下地張りもやったんですけど、その時も断熱材を入れて、その時はスタイロフォームっていう硬い断熱材だったんですけど、今回壁に貼るのはふわふわのグラスールアクリアってやつですね。これを貼っていきます。ガラスの繊維が入ってるふわふわの断熱材です。で、これを今奥に見えてる青い、ちょっとね、くすんだ青いような場所は全部これで埋め尽くします。はい、今日使うですね、アイテムがね、これです。アイテム、これです。タッカーちゃんです。これお借りしました。はい、タッカー、ちょっと買います。じゃあこれ買う。タッカーさんで、あともう一つです。これハンマータッカーさんです。これです。ハンマータッカー。タッカーが、まあ、ホチキスみたいなね、感じでこうカチャンってやると、うん、針が出て、こういうものが止まるっていうものになります。そう。
だからここをしっかりパチンってやんないと、うん、あの外気が入ってきちゃって、ちゃんとやればやるほど本当に変わるって言われました。そういうことです。頑張ります。頑張ります。じゃあ目標を、ちょっと待って、お昼今何時？今9時。今9時。でも確かにここ終われば半分ぐらいかな。そう、12時までにここ全部終わらせます。頑張ります。はい、じゃあ行こう。やろう、早速ね。はい、今ね9時20分です。ちょっとね、ここに今グアスウール並べました。そうです。先に切ってから多分貼り始めた方が楽なので。そう、手分け しようがないね。なんで？よく他のとこでやってよ。え、なんで？じゃあ、こっちでやるか。うん、私今頭いいことを考えた。今ここの石膏ボード引いてあるんですけど、私ここに今印をつけたので、これで毎回こっちに合わせれば180で切れるという感じです。ちなみにね、僕はね、まとめていっぱいね、いっぱい重ねて一気に切るっていう。それ一回間違ったらもう間違っちゃうけどね。それ意味あるかな。え、あの一個ずつ切った方がいいですね、これは。28 30 31よいしょ。はい、これで32。はい、はい、そしたらね、今からね、左から順番に脚立に登ってね、順にやっていきたいなと思います。はい、こんなもん、うん、もうちょっとね。怖い。かなり怖いです。私はもう抑え係です。抑え係ね。行く時はさ、怖い。マジで怖い。大丈夫大丈夫、絶対支えてるから。ゆうくんがもし落ちたらキャッチしてあげるから。絶対嘘だよ。遅っ遅っ。カンパン。はい、今11時20分です。はい、ね、無事にね、今上の方は高所作業頑張ってねやりましたよ。ありがとうございます。はい、やっぱ4メートル上上がってるんで結構怖いんですけど、頑張りました。はい、はい、なんでもうあとね、下だけなんで、下はもうあの嫁とね2人でこう二手に分かれまして、嫁はこっちから、うん、かなりこっちからね。そうで、僕こっちから行きますね。なんでこう出会うっていうね。出会うっていうね。両サイドから出会う。出会った時が12時を目標に。あ、それいいね。そうそうそう。じゃあ待ち合わせ。待ち合わせ12時で。12時に待ち合わせしよう。12時に待ち合わせね。こんにちは。今11時52分。無事にね、待ち合わせ時間に間に合いました。多分ここ終われば、うん、結構もう慣れてるからね、下の方はポイポイとやって結構いけるね。あとは上をちょっと頑張れば OK なんで、うん、余裕で終わる気がします。いけそうです。はい、じゃあちょっとね、あのランチの約束してたんで。はい、はい、じゃあ行きます。はい、今ね13時5分です。お腹いっぱいです。はい、はい、ということで、午前中はね、この後ろの壁まるっと終わりました。ノルマ達成だね。で、この後残してる作業として、この奥キッチンができる空間なんですけど、キッチンのところの、壁、あとリビングの方の壁、うん、壁ね、これね、この辺とか、うん、この辺。でも正直それ終わっちゃえば、うん、ほぼほぼ終わりで、そうだね、あとは細かいあっちの方とかちょこっとやれば完成です。はい、そうです。じゃあ頑張ります。はい、
タミタルもできないから。そうだね。今15時53分です、はい、ということでゆっくんが頑張ってくれて晴れました。先に高いところをあとちょこっとあるんで、うん、やっちゃってから最後に下をやろうと思います。はい、今ねなんて言ったらいいんだ、ここなんていうとこかな。あと3つ終わらせれば、工場作業はそう、高いとこ終わりです。終わりです。はい、17時31分です。はい、ということでね、貼り終わりました、すべて。はい、無事終わりました。ノルマ達成じゃない。意外とこの後ろの壁結構パパッと終わったんで、はい、終わるかなと思ったら、ね、意外とね時間かかりましたね。やっぱね後半ね体力どんどんなくなってきますね。いやでもなんかなかなか楽しかったです、はい、達成感がありますね、はい、ということでね、ちょっとね今日ね断熱をすることによって、まあ、今後のね夏の暑さだったりとか冬の寒さに備えるっていうところなんですけど、まあ、そもそもねちょっとねこのガレージやっぱ見た目重視というか、はい、作りたいものを作ったっていう感じになるんで、ね、多分ね普通の家より暑いと思うんですよね夏は。でさらに冬は寒いと思いますっていう、まあ、理由としては今ね僕らが今いるのはハイエースを止める車庫なんですね、うん、まあ、いわゆるこれね普通の家とかだと土間みたいなスペースなんですけど、うん、下がコンクリなんでかなり多分冷えると思います。冷えはね、うん、しそうしそうだよねしそう。あと空間が広いもんね。そうそもそもそう冷えるかどうかっていうところがそれがね心配事ですね今の、うん、はい、実際なんか断熱してみたら、うん、結構壁がねなんか自分で張ってみると結構高いなっていうのを。そうそうそう、気づいて風も壁も高いしこの空間がね本当にね冷えるのかっていうね、冷えるのか、はい、温まるのか。まあ一応エアコンの位置とかも大工さんと相談して決めてはあるので、うん、そうだね、ちょっと紹介する、ちょっと最後に紹介しようかなと思います、ね、はい、はいはい、では今リビングに上がりました上がりましたよ。上がりましたね、はい、もう一面貼ってあります。であとあそこにエアコンがあります。ここです。これでがエアコン1で、奥のやつね。そう、でこれでリビングとキッチンを冷やすっていう想定なんですけど、できればここ1台で行けたらいいなっていうことで、一応夏に1台で行けないでしょ、はい、でも一応夏に最初につけるのはここです。あー、オッケー。はい、でエアコン1って言ってるので2、3があります。はい、はい、2、3はこちらです。どこ？2はですね、どこ行く？まさかのあそこです。え、まさかのあそこ。え、どこ？あそこ。あ、あれか。あの丸。あれだ。そう。一応想定としては、まあ、このガレージ内とあと全体ですね。上から冷たい空気を放って、で真ん中にシーリングファンがつく予定なので、シーリングファンで回して空気を循環させるっていうような想定です。で、そして最後、今この大きい空間の説明したと思うんですけど、最後にね、水回りの方がまだ残ってるのでそちら側に1個あります。はい、今廊下に来ました。で、最後のエアコン3があそこにあります。これです。今日ゆっくんが一生懸命開けたやつ。はい、はい、ここもね、断熱材貼ったね。これは、まあ、こっち向きにつくので廊下を冷やすっていう役割になります。一応エアコンのダクト自体は3個、はい、ありまして、ただエアコンを3台急に全部設置するのはちょっと大変なので、1、2、3ってもう無理無理無理ってなったらつけようかなと思います。そうだね。そう、それまでは頑張りたい。はい、はい、今17時50分です。ということで、はい、1日の作業が終わりました。終わりました、無事にね。はい、作業は楽しかったですが、はい、やっぱりね大きいので今後本当に大丈夫かなという気持ちにもなりました。そうだね、はい、まあなんかね問題あっても DIY でね直せたらいいなと思うんで、はい、ハーフビルドのねいいところは、うん、まあ結構構造とかも、うんうん、ね、分かるんで。そうだね。そう、何かこうトラブル起きたりとか、じゃあ改善したいなっていう時に、あ、下地この辺にあるなとかも分かるんで、うん、柔軟にね対応できるように頑張りたいと思います。はい、はい、まあ、そもそもねガレージに住むっていうね、うちらのコンセプトが無謀っていうところはあると思うんでそうだね、そこはもう覚悟していきたいと思います。はい、はい、
ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録&インスタグラムチェックもお願いします。ではまた。